公平県は中華人民共和国両寧省、新陽市に位置する県。公平県は、両寧省北部、新陽市中心部より 120km に位置し、豊富な土地と自然資源に恵まれる。新大まで公平地方は、正津府に属しており、1877年に安い江棟が設置された。1880年、新庁は、県の設置を決定、県地が、 安井へとに位置したことより、公平県と命名された。建設地当初は、南は、宝庫門、西は池城、池樹白寺東は両が、北は、手受けトンまでの6100平方キロメートルの管轄範囲であったが、1902年の両源州の設置、1907年の宝庫部民庁の設置により、南北地域はそれぞれ、両源及び宝庫に移管され、 行政管轄区域は約4400平方キロメートルに縮小した。建設地後は人口の増加と軽工業の発達が見られ、各種工場やまた学校などが建設された。侵害革命により中華民国が成立すると1913年、公平権行政交渉が設置され、知見は知事と解消され、法天省は木道の管轄とされ、1923年の 久村制の施行により、全県は8区、887村が整備された。1929年1月の駅誌に伴い、国民政府の行政権が施行されると、県行政公所は県政府と会消、知事も県庁とされ、1931年には9区、55村に行政整理が行われた。民発の平は農業のみならず商工業での、 発展も見られた。1931年9月18日、満州事変が勃発すると、両寧省には日本軍が新中、1932年には公平県も日本軍の実効支配を受け、建国された満州国において新たに設置された法天省の管轄とされた。1934年には県政部が公安省に管され行政区画は3分の1に、 なっている満州国時代は、健康省に日本人の3時間が派遣され、警察機構が強化される。などの行政整備が進められ、治安は安定。人口も増加し、県内の農業は大きく発展した。1945年8月。日本の敗戦に伴い、満州国も崩壊。9月には国民投資期であった。再出没を主犯とする。 公平県臨時党部と地方指針であった、丁金龍の部により、公平県地方治安維持会がそれぞれ設立される二重行政構造が創出されたが、10月には、共産党の指揮する鬼滅両軍区特務第5弾が、公平に進中、治安維持会が組織した保安隊を公安隊に解消しその実行支配を強めると、国民党臨時党部は逃亡。 十一月下旬に旧含む光、ラ・タケシジュ、ゴ・タケシによる、公平権民主政府が成立、治安維持会は解散すると同時に、中国共産党、公平権委員会が組織され、超辻かうかが、初期に就任した。その後の国境内戦の舞台となった、公平権は1 9 4六年八月に、国民党七十一軍により、選挙、九月には、国民党、 公平権政府が成立しているが、1947年11月には、再び共産党軍が奪回、解放区とされた。1949年10月、中華人民共和国が成立。翌年には、公平権民主政府を公平権人民政府に解消している。その後は農業を中心とした経済政策が実施された。 1958年に開始された大躍進と人民公社化運動では、同年9月に公平権人民公社が成立し、急進的な経済政策が推進された結果県内の経済は疲弊。1966年に文化大革命が開始すると県内の政治的混乱は頂点に達した。その後は1983年より、 農村の受け負い制の採用を契機とした農業中心の経済政策が推進され現在に至っている。1992年に鉄霊市より新用紙に移管され現在の行政機構が成立した。農業が主体の公平県では一人当たり5世の田畑を耕し、森林の面積は160万世、材木の総括的な蓄積量は210万立方メートル、 急行増林面積22万世。しかし近年、境を接する内モンゴル自治区のカルチン高原からの封鎖による被害や砂漠化の拡大により農地は荒廃し、最貧権の一つとされ、農民の多くは出稼ぎで生計を立てている。植林による防災、防風対策が行われている。石炭埋蔵量点八億トン、石油埋蔵量点八億トン、天然ガス、 メノウ、ホタル石、赤粘土などの鉱物資源に恵まれる。他に76カ所の有料品質の天然光線があって、ストロンチウムの含有量が2.54から3 2 0ラムと世界的に良質な鉱石を算出する。三海道、五陣、三郷、四民族郷を管轄する。ありがとうございます。